カンバ荒井美由紀のシービーンズと題しまして、お察しの通りここにお集まりのお三方に豆つかみに挑戦をしていただきます。はい、シービーンズのシーは何ですか？キャッチです。なるほど。おー、はい、キャッチビーンズ。で、今回会場をご提供いただいているのが E ビーンズということで、そこでかけまして C ビーンズ。豆つかみと言いますと大豆ですとかいろいろあると思うんですが、今回はまあホスト役でもある私の身の丈に合った小さい豆、小豆で、そして難しい、この見えますかね、つるっつるのつかみづらいお箸でちょっと挑戦をしていただこうと思います。では今回ご参加のお三方に一言ずつちょっと意気込みを聞いていきたいんですが、まずはサタデーウォッチンの出演を終えたばかりの斉藤桃子アナウンサーに、桃子生放送直後ということでテンションだけは誰にも負けてません。学ぶ最小の新井さんと最大の斉藤で今日は頑張ります。イエーイ。あ、ですか、手先の器用さはどうですか、はい、自信ありますか？ちょっと自信があったんですけれども、練習を見てしてみてダメだって今ちょっと気持ちがね、ダメダメ、ね、気持ちで負けると負けるから、はい、今日は勝ちにさせていただきました。受けて立ちます。そして、はい、パーソナリティの佐々木まなみさんです。まなみ、大好き。もうお召し物が本当に美しくて、ありがとうございます。料亭の鍋だからね、はい、鍋ファッションにしてお箸が似合う。そう、すごく似合うでしょ。でも高いってことちょっと高そうな雰囲気が手先の器用さはいかがですか？いや、私だから今日薬局からねピンセット持ってこようと。簡単だね。商売道具だからね。それだったら負けないんだけどね、ちょっと私は。そして我らがアナウンス部長の根本のりひこさんです。のりひこ、この小豆に合わせて豆に行きたいところだったんですが、性格大雑把なんで一番手先不器用ですんでね、あのお箸の持ち方きちんとできませんので、その辺もご容赦ください。本当にあの根本アナウンサーはとっても真面目でお優しい大先輩ですので、あの相談がありまして豆つかみをやろうと思うんですが、いや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 、僕なんかいや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 、すごい謙遜をしてたんですが、今日どんな箸で一番雑なのか分かってしまう。いやいや、そんなことないですよ。ぜひ頑張っていきたいと思います。そんなこと言って勝っちゃうのが山本さんじゃないから。そうなのよね。今日は3人いるんですが、はい、2対2でそれぞれ総当たり戦で1分間豆をつかみ続けてもらいます。で、たくさん1分間のうちにつかめた方が勝利と。で、勝った人にはそれぞれ、まあ、3戦ありますよね。勝った人には何もありません。拍手と、このアナウンサーパーソナリティは手先が器用なんだなという温かい眼差しを受けることができるという企画でございます。後ろの方見えますかね、ちょっと声が地声のものもありますので申し訳ありませんがご容赦ください。準備はよろしいですか？1戦目は女性対決、佐々木まなみさん VS 斉藤桃子アナウンサーでやりますよ。制限時間は1分間ですよ。よろしいでしょうか？いきます。レディービーンズ。始まりました豆つかみ対決。小豆でプラスチック製のツルツル、お、斉藤桃子アナウンサーが早い早い、今2粒やりました。ちょっと豆の扱いが雑かもしれません。空中に飛びました。そして佐々木まなみさんもとてもお箸使いがいいですね。これはいい勝負、接戦です。さあ、ここで20秒が経ちました。いかがでしょうか？2人とっても集中していて、斉藤桃子アナウンサーはガニ股になっています。大丈夫でしょうか？足元が緩くなっております。一方の佐々木まなみさんは割烹着姿で料亭の女将よろしく、この佇まい、いい勝負だ。皆さん見えますでしょうか？大きな白いお皿に小豆が次々と入っていきます。ここで40秒、残りは20秒です。1分間でどのくらい小豆をつかめるか。すごいすごい、結構いいペースですね。さあどうなるか、あと15秒。斉藤桃子アナウンサー対佐々木まなみさん、小豆のつかむ行方は。残り10秒、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、カンカンカン。
これはさあいい勝負だ、いい勝負ですね。パッと見たところちょっと互角の戦いですので、一粒ずつ福マスに戻してもらいたいと思います、はい、よくある運動会の玉入れみたいな感じですね、はい、せーの1指どこがいい、当てでいいですよ、13、14、15、16、17、18、19、斉藤桃佳奈さん19粒、そして佐々木真奈美さんは22粒。この対決、佐々木真奈美さんの勝利でした。第4コーナーラストスパートか、そうですね、弱点のではですね、ここで勝者の佐々木真奈美さんと今度は根本紀彦アナウンサーの勝負でまいりたいと思います。これはもう背中を受けたことになりそうな、ちょっとだけどんな感じ、ちょっとリハーサルを足慣らしをしてもらって、あれは無理だ、難しい。途中は斉藤アナウンサーが優勢かなというふうに思ったんですが、途中から追い上げましたね。そう、途中からね、もうここしか見てない集中力ですね。私も今文がこんなに豆を見続けたのは初めてないかもしれない。 あと1回チャンスがありますので、いかがでしょう。多分体勢で腰の痛みが来ると思うちょっと体勢を、ね、その前は、はい、おーすごい、もちろんです、もちろんです。週明け部長がぎっくり腰でなんてことならないように、はい、ぜひお体には気をつけていただいて、よろしくお願いします、はい、同じく1分間の勝負でございます、よろしいでしょうか。いきますよ、レディービーンズ。さあ始まりました、先ほどの勝者佐々木真奈美さん対アナウンス部長根本紀彦アナウンサー。とっても箸使いに自信がないというふうに謙遜していましたが、今すでにもう入っております、いい勝負。さすがの佐々木真奈美さんは1戦目の小粒で掴めたのか、こちら早くなっておりますね、ペースが最高になっております。さあ早くも20秒経過しました、1分間あと40秒でございます。後ろから斉藤桃佳アナウンサーの応援が届いておりますが、根本アナウンサーのお皿からはなかなか3粒から増えない。どうした根本のりひこさん、大丈夫か、このままいくのか。一方の佐々木真奈美さんはピンセットよろしく箸を使って、この素晴らしい箸さばき。さあ残りはここで15秒となりました、あと15秒、どれだけここから差を縮めることができるか。残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ガンガンガン。先ほどカウントをしましたが、ざっと見たところ佐々木真奈美さんの勝利とさせていただきたいと思います。あ、やっぱり強いですね、強い、持ち方の問題が、難しいですね、娘はなんとかちゃんとできるようだお父さんの顔もあるということで、佐々木さんは2戦目でしたけど、2戦目、やっぱり慣れるもんですか。いや全然慣れませんでした、はあ、でも途中から勝利が見えたなと見やすかったですねなるほど、わかります、ありがとうございます。佐々木真奈美さんの勝利でした。そうですね、最終戦はアナウンス部対決、はい、ちょっと小豆を戻していただきまして、根本紀彦アナウンサー対斉藤桃佳アナウンサーは、でも最初の質問なんですよ、はいはい、質問があるんですけど、はいはいはい、それでもしさっきの真奈美さんの記録21個を超えたら優勝ってことになるんでしょうか。そういうことになります。よし、じゃあもうそういうことでよろしいでしょうか、はいはい、ゆっくりやりますか、大丈夫です任せていただきます。いや、スタッフで言ってください。はい、勝負じゃなくて記録に挑戦記録に挑戦記録に挑戦いいですそれか、まあ、アナウンス部長に対するちょっと、ね、今後の評価とか負けておくっていう手がメモを取って、メモを取ってちょっと人事の方に行くかもしれないですね。どちらに転ぶかは皆さん
皆さんの目でお確かめください。はい、見ていただきたいと思います。では、はい、準備をお願いいたします。あ、ただ2人ともね、一戦ずつ戦っているので、桃香さんのスタイルがあとどんどんとひどくなっていくと言いますかね、進行してきているんですけど、スタンスが広い、いかがでしょうか。では最終戦を解くとご覧あれ、はい、レディービーズ。1分間の残り時間で斉藤桃香アナウンサーはどう出るか。お、これは本気で掴みにいってるか。3粒すでに小豆が白いお皿にどんどんと放り込まれていきます。そして根本アナウンサー、先ほどよりも早いペースで今2粒を白いお皿に乗せていきました。つるつるの小さい豆につるつるのお箸、とても掴みづらい。そしてなぜこの粒マスの大きさにしてしまったのか、小豆が全然見えません。今25秒が経ちました。制限時間は1分。どのくらい小豆を掴むことができるのか。さあ30秒経過しました。残りは30秒。根本のりひこアナウンサーと3年目の斉藤桃子アナウンサー、いかがでしょうか。根本アナウンサーは4粒ですね。斉藤アナウンサーどんどんと放り込んでいきます。さあここで43秒が経過、いかがでしょうか。斉藤桃子アナウンサー1戦目よりもがぜん早いペースで掴んでいきます。さあ残り10秒9 8 7 6 5秒前4 3 2 1。カンカンカン。これはダメだ。これはなった後なんで。でもなんか成長を感じられるというと失礼ですけど。本当ですか。本当に本当にお二人とも早いですよね。成長も感じられました。さてちょっとだけ気になるのが、斉藤アナウンサーが佐々木まなみさんの記録を抜けたかどうかにかかっているんですが、ちょっと数えてみましょうか。いいですか。せーの、まさか優勝できると思う。これも一重に皆様の応援です。ありがとうございます。実はあと3分ぐらいあるんですけど、新井さんやろうよ。新井さん、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 企画者のキャッチするとこ見たいですよね。はい、いやいやいや、提案しといてなんですけど全然自信がないんですよ。いやいやいや、だから実況してたんですけど。じゃあやってやってやって、実況を根本のりひこさんにバトンタッチしまして、はい、じゃあリポートは、じゃあ私は応援団の部長します。これ、あ、これはもう一人で。そうですね、あの新井さんのみで。じゃあ私のみですか。はい、新井さんの記録に挑戦ですね。ではこの企画提案、新井美由紀が挑戦いたします。シービーンズ、小豆が何個、じゃあ練習しようことができるか。あ、全然だ。ちょっと練習。高いからね、こう持ち上げてる。そうなんですよね。なかなか難しいでしょ。すごい、入社最大の機器を高いからな。すごいね。よくやりましたね。眼差しでこのマスを見つめます。はい、では参りましょう。はい、新井美由紀が小豆を何個掴むことができるか。はい、参ります。よーい、スタート。おお、一個一個着実に増やしていきます。じっくり掴んで小豆を一つ一つマスからサドルに乗せていきますが、あすべて、なか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 掴むことができません。さあ2つ3つ目です。はい、いけるいける。小柄なのは大胆なこの新井美由紀。さあ4つ目も掴むことができた。
挑戦です。叫び声が、すでに30秒が経過したところです。残り30秒で何個掴むことができるか。ペース上がった。こっち掴んだ。アイペースになってまいりました。荒井美幸真剣な眼差しであります。掴んだ。残りあと15秒です。さあどうか、斉藤の記録を抜くことができますでしょうか。斉藤アナウンサーに近づけるか。あと何秒。なかなかこれが後半に向けて残りあと5秒です。4、3、2、1。タイムアップ。20いってないな。難しい。いや難しいですね。滑るでしょ。滑ります。すごく滑る。これが割り箸だったらと思う。割り箸にすればよかった。誰だこの箸を選んだのは。新井さんだ。私か。やっぱりか。もうでも節分にはね、超えてぴったりだと思いますって。本当にご来場の皆様、お付き合いいただきありがとうございました。